お客様からの質問で下の方がね一歩になって小ぼくになってしまって、で上の方でしか展開しないんですけどどうしたらいいんですかっていう質問をよく受けます。多分そういう方はですね、下の方の小ぼくがですねこれどころじゃない、多分なんかこの辺まであってそこから上で展開してるんじゃないかと思うんですけれども、考え方としたら一緒なのでぜひやってみてください。まずこれここの部分、こっから下が小木だとします。そしたらなるべく近しい緑色を感じる枝のところで冬に切ってください。例えば こういうの緑色感じますよね。 2,3 目のところでこういうふうに切りましょう。なんかこんなに切ったらお花がうんぬんとかじゃなくって、樹形を整えることを今最優先とした切り方をしています。でなんかちょっとここがごちゃごちゃしてるので少し細く切りますよ。だ結構すっきりしたじゃないですか。古木のところからなるべく近しいところで 2,3 目残した形で切りました。そうするとそれなりで今度の冬にお花は咲いてくれますし、こんだけ下げたのでここら辺からですね、あ出なきゃっていう風にして思ってくれるんですね。でそれ以外に例えばこういう風に支柱をここに立てます。こっちが南です。なのでこれをグイグイグイっていう風にしてねやると、この株元に光が当たるでしょう。そうするとこういう風にシュートが出やすくなってきます。そういう風なちょっと荒技もありますが、そもそもですね私的にはこれはですね目継ぎの部分をこっち側に向けて植えたことがまず敗因ですね。目継ぎの部分をこう植えてたらこんな風にはならなかったかなとは思いますし、基本的に1年目2年目にしっかりと剪定をしてやると、新しい枝は出やすくなります。なかなか下の方から新しいシュートが出てこないよっていう方、まずこうやってね短くカットしましたね。それにもう少し勢いをつけるために完備というものをやっていきます。やってみますよ。そうね、50センチぐらい離れた場所でいいですね。こうやって穴を掘ります。このバラの根っこをわざと切ってるんですね。でこうやって新しい根っこをですねこっから出してやろうという計画です。これを若返り法とかってよく言います。まあ、できる限りでいいです。なんか女性の力だと私もねそこまでは容姿がでもやるとやらないとは大違いでね、バラの根っこを感じますよね。でここで切ることによってこっから白い根が出てくる。そうするとここに肥料を与えたとしたらこの根がずっと吸ってくれるということになります。はい、じゃあ一応ね穴をね私なりで一生懸命掘りました。もう少し大きく深く切ってもらっても結構です。そこにですねこのね完熟の堆肥をこう入れます。なんか地植えの元肥を入れたい方はねこの時に一緒に入れていただいてもいいですよ。でこうやって入れて、でさっきの土はね埋め戻します。これを理想を言うと3箇所にやりたいんだけど、うちねいっぱい植えてあるのでとりあえず1箇所。このあと必ず水やりをしてください。根っこを切りましたから、そこから根っこが出て新しい根っこが出てこなきゃいけません。地植えとはいえね10日に1回ぐらいちょっと気をつけて水やりをしてもらったら若返るはずです。やってみてください。